佐渡原藩。佐渡原藩は、江戸時代に、日向国中軍及び、小湯軍を領有した藩。藩長は、佐渡原城、宮崎県宮崎市佐渡原町。藩主家は、島津氏士族の佐渡原島津家であり、薩摩藩の師藩とされるが、その関係の正確性は、薩摩藩との関係を参照。1603年、慶長8年、島津高久の弟。 忠政の子である幾が、日向国中軍、小湯軍内で三万国を与えられて独立し、館を佐渡原城に構えた。この地はもともと、島津一族の一人であった、島津家久、豊久親子の領地であったのが、関ヶ原の戦いで、豊久が死去し、むつぐ断絶扱いになり、改めて江戸幕府より幾に与えられたものである。この時、家久、 豊久来の不代の家臣に加え、幾が、松西など、新山の家臣をたるみより引き連れ、家臣団の門伐対立のもととなる。第六代、忠久は出生後間もなく、父、忠隆を失い、あまりに幼いがゆえ、成長まで、万代として、忠隆のいとこである九寿が養子となって、家督を継ぐ。藩内では、九寿の父、久富や重臣。 松木左門の専門によりお家騒動となり、1686年、上京三年薩摩藩の介入を招いた松木騒動。1690年、元独三年、九時は16歳に成長した忠久に家督を譲ったが、その際、幕府の意向により3000国を島のうちに分与されて、旗本寄り合いとなり、その結果、佐渡原藩の国高は2万7000国となった。 サドワラはもともと上知であったため、1699年、元六12年に上主の格式が与えられている。幕末は、薩摩藩と行動を共にし、忠広は、1869年、明治2年に、母親戦争の激戦の功により、小六3万国を与えられた。サドワラ藩は、藩籍奉還後の1869年、明治2年10月1日、 明治政府からの許可を得た上で、佐渡原城から新しく築城する広瀬城へ移る要天井令を出していた。湯場組、皇術の王公の一層と守り口による城下市の序列や外城市の区別をなくし、新しい組織外へを意図していたが、1871年、明治4年7月に廃藩地県により広瀬築城は中止された。かねてから藩長を、 佐渡原城から移転するべきだという考えは、勇士の間から出ていた。藩行が悪習慣の熟党、三浦十郎、町田け喜びをはじめとする勇士が城と藩士の、住居を殿の氷に移し、人心を一新させることを、乗せ正し陳打過労に発案した。1867年、慶応三年、佐古慶命、後の総川久し株、富田通信。 乗せただしちんだあかは、京都で相談の上、入居した、藩主、忠広の同意を得て、移転先を選定にかかった。1869年、明治2年、訴訟戦、か山やまとねり、とみた、せたちで、候補地を定めようとしたが、とのこ念井原、新田、山し坊、広瀬等が出て定まらず、まずは、明治政府に、天井の許可を得ることを優先し、 7月24日に伺い書きを提出し、25日に、自慢どころ、知事をはじめ士族の住所を移転するが、城は当分従来のものを使い、万兵も置くことを申し出て了承された。許可を得た後、最終的に移転地は広瀬に決定された。4つの候補先で、広瀬が選ばれたのは、次のような理由があったと言われている。忠広が地藩事として帰国した10月1日。 市万所を広瀬に移転する命令が出された。成長や、その他の奥社が完成するまでの間は、知事の住居を天神のご茶屋に定め、広瀬、村翔や役所を仮地所とした。その他の役所も民家を借用した。また、一つ瀬川か口付近から石崎川まで、金丸総八に運河を引かせて、資材の運搬を行った。半帳移転の臨時費の総額は明らかではないが、 母親戦争の莫大な戦費を負担した後の犯罪制では賄い切れるものではなく、氏族の六高の十分の六を借り上げて重当した。1870年、明治3年2月16日にまず新政庁が、8月に知事邸宅を始め、各庁舎も完成したため、9月17日に佐渡原城を廃城する旨を明治政府に報告した。多大な費用を払った。 天井だったが、1871年、明治4年7月14日に、廃藩地権が打ち出され、佐渡原藩は佐渡原県となり、広瀬城は建設中止になった。翌15日に忠弘広は地藩寺を免税られ10月には東京へ移住した。11月14日には、佐渡原県は廃止され、耳つ県に編入された。 明治時代になって、反赤奉還の後に城郭を新築し、移転しようとしたのは極めて異例のことであったが、反赤奉還を将軍の代替わりによる所領安堵を、明治政府が行ったものだと捉えた藩をおり、反赤奉還後の1870年、明治3年9月に、反政の交付など、明治政府も反制度を前提とする布告を出しており、廃藩地検が行われるのを予想することは、 困難だったと推測される。後に、ミミツ県は、宮崎県に編入され、鹿児島県との合併を経て、文献に伴い再度宮崎県に編入された。昭和天皇の内親王高子が嫁いだ、島津久永は、旧佐渡原藩の島津白爵家出身である。薩摩藩との関係は、仙台藩と宇和島藩あるいは、森岡藩と八戸藩,藩との関係に近いものであり、 薩摩藩師範ではないとの見解もある。しかし、本家にあたる薩摩藩から度重なる介入を受けたことによ、師範とみなされることが多くなった。佐渡原藩は、ビの後を、長男、ア久の系統の当時の当主久信が辞退し、三男忠興が相続したが、結果的に、佐渡原藩ハ主家がア久の系統である、陪信たる三島津家の分家ということになった。薩摩藩 島津宗家からは従属の立場にあるとみなされ、藩内では、樽見島津家のもとに位置づけるが、藩外では大名分の佐渡原藩の方が、上という二重基準が、鹿児島県史料でも見られる。代々の佐渡原藩主性質には、島津宗家当主の姫ばかりでなく、薩摩藩家老の娘を含む薩摩藩出身者が多い。こと、薩摩藩から、佐渡原藩への介入はあっても佐渡原藩から、 薩摩藩への介入はなかったことなに、大名ながら、売信の分家という弱い立場が、如実に現れている。一方で、薩摩藩主の子を、佐渡原藩主に、養子入りさせることは幕末までなかった。もっともこれは、仙台藩が、宇和島藩に対して取った態度に類似しており、特に、伊達隆子院が、売信石川家の養子から、宇和島藩を相続して、以降からの関係は、 薩摩藩と佐渡原藩の関係に類似したものとなっている。湯葉組は、二代藩主、島津忠沖が武道奨励のために組織した、帯藩や家徳争いになった、タルミ島津家を警戒してのことだったという。十五歳から三十歳までの若い男子を成員とし、三十歳から五十九歳までを準組員とし、佐渡原城下の四つの守り口、追って、 市議の口、の首、十文字と五つある外情、との氷、り、美能、富田、新田、三在に、湯は馬場そして、集ダメと呼ばれる会所が設けられていた。最初は、各集ダメに集まり、武道上の協議をしていたが、やがて政治問題を話し合う場に発展し、衆議で決定されたことは絶対となり、班長の命令も及ばないほどになり、八代久し柄の、 時代の天命騒動、十代中、トールの時代の見巻騒動、また死儀の口騒動など藩を揺るがす事件を起こした。また、湯枠組は、城下手の中でも、序列を作り、追手口は歴歴、死儀の口は、藩重藩景、野首口、十文字口は、前景と言われ、藩内は、不自由な空気になっており、このことが、明治になってからの城の移転という極めて異例の、政策を、 サドアラハンに取らせる原因となる。楽しくご覧になりましたら購読と良いです。クリックしてください。